赤江玉夫は日本のフリーアナウンサー、司会者、ラジオパーソナリティ、元朝日放送アナウンサー。現在はフリーランスである、兵庫県赤石市出身。3歳から高知県へ引っ越し、高知県内で2回転居して9歳まで6年間、住んでいた。小学6年から中学2年生までは、兵庫県西宮市、中学3年生から大学時代まで、赤石市、 社会人になって、東京に拠点を移すまで、神戸、芦屋、西宮と兵庫県内に住んでいた。高知市立、第四小学校、西宮市立大社小学校、西宮市立開中学校、明石市立大住中学校、兵庫県立明石高等学校、神戸女学院大学人間科学部卒業。小学4年生の頃、違う学年の先生から、 道徳の授業の資料を作るので朗読してほしいと頼まれお礼に高級クッキーをもらう。母からアナウンサーという話す仕事があるんだよと教えてくれたことがアナウンサーを志した原点である。大学時代は大阪市のアナウンススクール幾多教室に通っていた。就職活動はテレビ局3社を受ける。大本命は毎日放送で最初は 東京から受験するために、系列の TBS を受験したが、不合格だった。1997年に朝日放送に入社。同期は、高野直子、橋爪優子。1998年全国高校野球選手権、大会中継の実況中継女性アナウンサーとなった。ご機嫌。ブランニュでのキャッチフレーズは、マイクを握ってお口で仕事。5時に夢中。 朝日放送時代に小宮恵子の呼びかけを無視したという噂に対して最後の方に出演すると思い原稿を待っていたが冒頭で呼ばれてしまい原稿がないため無視したと噂を認めた2003年6月30日からテレビ朝日スーパーモーニングの司会を担当することになったため東京支社に転勤となった2005年に入ってからは芸能人格付けチェック 二人はプリキュアマックスハートといった朝日放送の自社の仕事もこなすようになり、さらにテレビ朝日が全国中継した世界水泳2005の開催地モントリオールの現地キャスターも務めた。2006年3月31日でスーパーモーニングを降板、テレビ朝日アナウンサーの野村真希に交代した。その後、朝日放送本社へ復帰となり、 出産のために降板した武田は過去に代わって2006年5月6日から以前アシスタントとして出演していたおはよう朝日土曜日ですに3年半ぶりにアシスタントとして復帰した2006年8月5日放送の関西テレビ南部で南部の関西五局女子アナ SP で代表として局の垣根を越えて出演した小寺優子に対するコメントで VTR 出演した 一旦は朝日放送本社キングのアナウンサーに戻る形になったが、2006年10月からテレビ朝日、朝日放送共同制作番組、サンデープロジェクトのキャスターに起用されることが決定し、再び全国ネットの番組にレギュラー出演するようになった。一方で、おはよう朝日、土曜日ですへの出演も継続し、在阪準期局に席を置きながらも、関東。 関西双方のつぼねの生番組にレギュラー出演していた。2007年3月31日付で朝日放送を退社し、フリーに転身することとなり、4月から平日朝のスーパーモーニングの司会に復帰した。そのため、それまでのレギュラー番組を降板し、活動拠点も東京へ移った。フリー転身後は芸能事務所には所属せずに赤江自身が、 個人事務所を設立して自ら窓口となって活動している。9月23日には、富士テレビ、クイズドルミリオネアのスペシャル版に回答者として出場した、田原総一郎のライフラインとして、テレビ電話ながらテレビ朝日系列以外の番組初出演を果たした。2008年11月23日に3歳年上の、テレビ朝日報道局ディレクター伊藤健二と結婚。夫は、 広島県出身、同月27日放送のスーパーモーニング内で発表した。2009年5月、挙式、披露宴を行った。2009年と2010年には、国政選挙試行日のテレビ朝日の選挙特別番組、選挙ステーションのサブキャスターを務めた。2011年4月1日には、赤江が司会を務めていたスーパーモーニングが、 最終回を迎えたが、3日後の4月4日から放送開始された、後継番組の情報満載ライブショーモーニングバードにおいても、当時、フリー転身直後であった、はとりしんと共に総合司会を務めた、NHK 連続テレビ小説のファンである。NHK 総合テレビの朝ドラ本放送は、スーパーモーニング、モーニングバードの裏番組であるため、 朝のワイドショー担当時代は昼の再放送で視聴していたと話していた。2012年4月2日から2017年3月30日までと2018年4月2日からは TBS ラジオ赤江玉を玉結びのパーソナリティを務めている。2013年11月国会で審議が進められていた特定秘密保護法案に対する テレビキャスタージャーナリストらによる反対声明の呼びかけ人に名を連ねた。2014年11月23日の神戸マラソンで初めてフルマラソンに挑戦し4時間59分12秒のタイムで完走した。長年ショートカットであったが2014年春頃からマラソン練習の時にこむる帽子が風で飛ばないよう弱いた髪で止めるために髪を伸ばし始めた。 2014年11月には肩までのセミロングになっていた。しかし、2015年4月に座席の背もたれに寄りかかれないからという理由で髪を切り、ショートカットに戻った。モーニングバードの潜在写真をロングヘアのものに刷新した直後のことである。2015年4月12日からは TBS、この差って何ですかで司会を務め、 テレビ朝日系列以外のテレビでは、初のレギュラー番組となった。2015年9月25日、モーニングバードの最終回をもって、同枠を降板。2016年12月9日、明石ふるさと大使に就任。2017年2月16日、TBS ラジオ、赤え玉を玉結びの生放送で、第一死妊娠を報告。同年3月30日。 赤江玉を玉結びを一時降板し、産休に入る。同年7月27日、第一子女児を出産。同年8月22日、出産後初の赤江玉を玉結びに、電話出演。その際、分娩まで2日がか,かりの難産であったこと、産後の経過などが赤江から語られた。2018年4月2日、TBS ラジオ、赤江玉を玉結びに復帰し、 活動を再開。2020年4月13日、テレビ朝日、報道ステーション制作スタッフの夫が体調不良のため大事をとって TBS ラジオ、赤い玉を玉結びは自宅からの電話出演となった。番組終盤で娘と共に登場。しばらくは自宅からの出演になると明かした。4月14日も番組の一部に娘と出演した。 4月16日、TBS ラジオ、赤え玉を玉結びにファックスで、直筆メッセージを寄せ、A4 サイズ5枚にわたるコメントが読まれた。新型コロナウイルス感染の疑いがあった夫が、PCR 検査の結果、陽性だったことを報告。しばらく基本的には番組を、お休みして、家族のことを優先させていただきますと明かした。四月十八日、自身も PCR 検査の結果、 陽性となり新型コロナウイルスに感染したことを公表した。自宅療養をしていたが、4月26日、検査の結果肺炎と診断され、入院。4月29日に赤江玉を玉結びにメッセージを寄せて公表した。5月6日、退院を報告。5月12日、おぎうえ地期セッション -22 で赤江の治療体験リポートを紹介してもらった。 6月8日の放送で番組復帰。その後、経験者の立場として新型コロナウイルスに関する仕事に携わっている。2021年6月17日放送15時からのゲストコーナーの出演が小坂井和樹であったため、古畑任三郎と今泉慎太郎役のコツを教えてもらっている。2021年6月29日放送14時からの おばあちゃんの優しいつぶやきで、上半期セレクションとして、上記のモノマネが放送された。小野真治、水野優子、浅尾美は、岩渕真奈、安倍一二三、安倍氏。赤江玉を玉結び2021年7月26日オープニングで、人からよく言われるのは大抵、アスリートと赤江が、上記の人命を挙げている。は、アン系列全国ネット朝日放送アナウンサー。 時代フリー転校後朝日放送アナウンサー時代フリー転校後ありがとうございます。